どうも、皆さん、工藤でございます。今回は、私のゲーム配信の YouTube チャンネルが、チャンネル登録者100人突破したよっていうお話をしたいと思います。はい。昨日のね、アーマードコアのゲーム配信の、最初、あと最後の方でもお伝えしたんですけど、私の YouTube チャンネルが、チャンネル登録者100人突破しました。イエーイイエーイはい。ってなわけで、やっとって感じでは、ありますね。かれこれ、配信始めたのが、もういつなのか、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、でも多分もう2年以上はね、やってるんじゃないかなと、思います。確か、一番最初やったのがね、あれだ、ホライゾンかな？ホライゾンの、フォビトゥンウエスト最初だったっけ？違ったっけ？ちょっと忘れちゃったんだけど、ホライゾンのフォビトゥンウエストだと思うんですけど、それを、プレイステーション4の、シェア機能を使って配信始めたのが多分一番最初だった気がします。はい。で、その後ぐらいに確か、ポッドキャストを始めたんじゃなかったかな。実はゲーム配信の方がちょっとだけ早く始めてるんですよね。数ヶ月ぐらいですけど、はい。なので最初の方の配信もね、一応残ってはいるんですけど、何分ね、配信環境も整ってない状態でやってるし、私もね、あんまり喋り慣れてないので、はい。コメントだったかな、なんかで教えてもらったんですけど、めっちゃ声小さいっすねみたいなね、風に言われたりとかしてるんですけど、そこからポッドキャストも始めたりして、こう徐々にこう喋るのにね、慣れてきて、ちゃんと配信もね、環境が整うようになってきて、で今に至るという感じなんで、もちろんそのね、もっと早い段階でチャンネル登録者ガンガン伸ばしていける人もいるんでしょうけど、私の場合はほぼ趣味のね、ゲームをただ垂れ流すというか、もちろん喋りはするんですけど、っていうチャンネルなので、あまりそのチャンネル登録者を伸ばすみたいな意識っていうのはあまりしてなかったかなと。だからその YouTube 始めました、そして挫折してやめますみたいな感じは正直ないんですよね。ただ本当に自分で好きなゲームを遊んで、それをただみんなに、見てもらっているというだけなので、だからね、なんか辛いとかも全然ないんですよね、今んとこ。チャンネル登録者が伸びないとかっていうのはあるんだけど、そもそも別にそのね、チャンネル登録者をこう上げ、なんか伸ばして、有名実況者になりたいとかっていうのも実はあんまないんですよ。もちろんね、そうなったらいいなとは思いつつも、そこまでのその強い目標みたいなものは実はあんまなくて、はい。これまではなんか、本当配信楽しい、ゲーム楽しいっていうだけでもうやってきたっていう感じなんですよね。それが今回やっと、チャンネル登録者100人、に達したと。いう感じです。チャンネル登録者ね、100人になったからといって、特段なんか変わるわけじゃないんですよ。YouTube のね、収益化の条件なんかはさらにその先にありますので、具体的な数字をね、言っておくと、自分のその YouTube スタジオのところで収益化っていうところがありまして、そこで自分がどれだけ条件を満たしてるかっていうのを確認できるんですよね。で、これちょっと前にね、多分条件が変わったんですけど、2種類に分かれています。まず一つが、Twitch にもさ、アフィリエイトとパートナーみたいなやつあるじゃないですか。なんかそんな感じかな。その2種類に、全然種類は違うんだけど、2種類に分かれてるっていう。風になったんじゃないかな。はい。で、まずね、最初の段階としてあるのが、メンバーシップとか、あとこれスーパーってなんだろう、スーパーチャット、スーパースティッカー、スーパーサンクスっていうのを使えるようになる、自分のチャンネルでね。あとはショッピング、
なんかそのグッズとかをまあ販売するみたいな感じなのかな、チャンネルで。うん。みたいなことがまあできるようになるっていうのがまず最初の段階としてあって。で、それをまず利用できるようになるには、チャンネル登録者がね、500人必要なんですね。500人。うん。で、過去90日間で動画を3本アップロードしなきゃいけないと。で、おそらくこれは、ライブ配信のアーカイブでも動画と認められるっぽいですね。うん。自分で編集してアップロードしなきゃいけないっていうわけではなく、ライブ配信を3回すれば、まあ、それはそれでもう3本になるみたいです。私が今それ満たしてる状態になってるので、うん。私過去90日間でね、動画を上げた記憶はないので、はい。おそらくライブ配信でも OK となっています。そして、次のどっちかを満たす必要があるということで、公開動画の総再生時間が、まあ、3000時間を超える。あとは、ショート動画の視聴回数が300万回を超える。これ、過去90日間ね。ショート動画は。あ、そう。さっき言ったその3000時間っていうのは、ね、過去1年間、365日間らしいです。はい。なので、ちょっとね、条件が少し違うんですよね。はい。ショート動画と普通の動画でね。うん。で、これを満たすと、さっき言った3つ、メンバーシップ、スーパーズ、ショッピングが使えるようになると。まあ、だから、これから私が先に目指すべきなのは、チャンネル登録者500人、残り400人という感じの形になるのかな。うん。はい。それを満たすと、まあ、さっきの3つが使えるようになるという感じです。アップロードの3本とか、再生時間に関しては一応3000時間は突破してますので、うん。まあ、なんとかなるんじゃないかなとは思っております。はい。で、その次に行くのが、いわゆる広告ですね。動画に広告を流すっていうやつ。うん。広告流したり、あと YouTube プレミアムに加入してる方から、まあ、その収益を得るみたいな。YouTube プレミアムで収益を得るっていう方法ですね。うん。あとはなんだ、ショートフィード広告みたいなものもなんかあるみたいですけど、はい。まあ、いわゆるその広告から収益を得るためには、さらなる条件を満たす必要がありますと。で、その条件がね、まあ、いわゆるこれまでの条件と同じで、チャンネル登録者が1000人ですね。1000人以上いて、かつ、過去365日間の動画の総再生時間が4000時間を突破しなきゃいけないということで、うん。実はですね、これがね、私ちょっと満たせてないんですよね。はい。総再生時間がね、今ね、3887時間ぐらいなんですよ。あとちょいなんだけどね。まあ、どちらにせよチャンネル登録者が1000人いかないと、まあ、これは達成できないので、まだまだ先の話かなとは思うんですけどね。で、あとはそうですね、公開ショート動画の視聴回数が1000万回を超えるとかね、過去90日間で、うん、みたいな条件も、あって、まあ、どっちかを満たせばいいってやつですね、いわゆるね。はい。ってな感じになっております。まあ、ですので、今回ね、私100人突破したとは言ったけど、まあ、世の中には、ね、もう、すごい数のチャンネル登録者を抱えてるね、配信チャンネルもね、まあ、あると思うので、もう全然もう、ゲもゲなんですけど、うん。まあ、でも、世間一般的に見たらね、100人、わらみたいな感じかもしれないんですけど、まあ、私からするとね、おやっと100人いったな、みたいな、うん、ちょうど節目でもありますしね、うん、なんか、やってきてよかったのかなってちょっと思いました。はい。まあ、ですので、今後もね、応援していただけると非常に嬉しいなというふうに思います。はい。一応ね、概要欄に、この配信の概要欄に、YouTube のリンク貼っておくんで、よければ、ね、チャンネル登録とか、していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。で、まあ一応100人突破したということなんですけど、まあそうね、今後、まあ、100人突破してどうするかって話なんですけど、まあ基本的にやることは変わりません。うん、好きなゲームを好きなように配信するっていうのは変わらないんですけど、なんかちょっとこう、少しずつ良くしていきたいなっていう思いもあって、で、いろいろ調べたところ、まあ、いくつか変えられる部分というか、良くできる部分もあるんじゃないかなと思って、これからちょっとやってみたいことっていうのを、いくつかお話しします。はい。まず一つがね、チャンネル名と、
あとね、YouTube のそのチャンネルの、なんていうの ?ID っていうのかな。今だと、チャンネル名が、英語でね、クドーズゲームズっていう名前になっていて、で、バンドルなのかな?うん、バンドルはね、ですね、バンドルを変えてもいいかなと思ったりはしています。はい。まあ、あんまりその名前とかね、バンドル名とかあんまり深く考えないでちょっとつけたんですけど、こうやってね、この場でその自分のチャンネル名を喋るときにね、ちょっと言いにくいんだよね。うん。英語でそのクドーズゲームズって、ちょっとこう、なんか語呂が悪いというか、うん。っていう感じがしているので、ちょっとなんか、それこそさ、まあ、ヒカキンさんのさ、ヒカキンゲームズとか、なんかヒカキンゲームズってすごいこう語呂が良くて、なんか耳馴染みがすごくいいんですけど、なんか私の場合、その、やっぱ駆動の後に S 入ったりとか、まあ、最後もゲームズで S が入ったりしてて、2回 S が来るからちょっとなんか語呂悪いなって思ったりしてて、うん。だから S を入れない、まあ、駆動ゲームズにするとか、あとは、なんだろう、ゲームズじゃなくてゲーミングにするとかね。はい、まあいろいろ考えてはいるんですけど、はい、まだどれにしようかっていうのはまだ迷ってるっていう感じです。まあそんな感じでチャンネル名とかバンドルとかね、ちょっとこう、もう少しわかりやすい、ね、耳馴染みのある感じにできたらいいなと思っております。はい。この辺の名前付けはね、まあチャット GPT 使ってね、候補を考えてもらったりしながら、はい、やっていこうかなと思っております。で、次。あとはね、ヘッダー画像ですね。ヘッダー画像まだ設定してないんですよ。私、チャンネルにね。この YouTube のね、ヘッダー画像がね、なんか難しくて。なんかサイズがあるんですよ。指定のサイズが。このサイズであるんだけど、真ん中の方に情報を表示しておかないと、その、スマホ版で、スマホの、YouTube アプリで表示したときに、その真ん中のね、ちっこい部分、中心の部分しかね、映らないんですよね。だから、その、でかいヘッダー画像のサイズがあるんですけど、規定のね、サイズがあって、そのサイズで、こう、仮にバーンって作ったとしても、パソコンとかだとちゃんと表示されるんだけど、スマホ版だと、その端っこの方とかが何も映ってなくて、スマホで見ると、これ何の画像みたいな感じになっちゃうんですよね。はい。なのでね、結構そのヘッダー画像何度かね、作ろうとチャレンジしたことあるんですけど、なかなか難しくて、まあどうしようかなっていう感じですね。はい。そこもなんとかできたらいいなとは思っております。で、あとはね、チャンネルのね、概要欄。うん。概要欄ですね。概要欄っていうのはどこかっていうと、そうですね、スマホで、まあ、チャンネルのページ行くと、YouTube の、ちょっと待ってね。チャンネルのページに行きますよね。行きますと、まあ、一番上にそのアイコン。一番上っていうか、まあ、アイコンがあると思うんですけど、アイコンの下にそのチャンネルの名前があって。あ、っていうか、今、チャンネル登録者が101人になってる。一人増えた。ラッキー。ラッキーっていうか、ありがとうございます。ちょっとどなたかわかんないけど。はい、ありがとうございます。で、アイコンあって、その下にチャンネル名。でその下にバンドル、チャンネル登録者数、動画の数であって、その下にね、その、なんか、このチャンネル、こんな感じのチャンネルですよ、みたいな説明書けるのがあって、それが表示されてるんですよね。うん。で、私はね、その、ポッドキャストとゲーム実況してます、みたいな。ゲームの写真、X からどうぞ、みたいな。もう結構適当に書いてるんですよ。なので、そこをね、ちょっとまた、ちゃんと書いた方がいいのかな、とかね。思ったりはしてて、ただね、ここに関してはちょっとまた分かんなくて、ぶっちゃけだって最初の1行ぐらいしか表示されないじゃないですか、これって。うん。わざわざそのチャンネルの概要欄まで見る人いるのかなっていうのはあって、どうなんだろうなとは思ってます。はい。まあでも余裕があればちょっとここも考えていきたいなと思っているって感じです。はい。で、次。あとは、そうですね、動画の最後とかに、まあ、チャンネル登録とか、高評価のボタンのね、その行動をね、アクションを、まあ、促していきたいなと思っております。今までその、さっきも言ったけど、あんまりそういうの意識してこなかったんで、全然何にも
言ってないんですよ。もう本当、じゃあここで終わりしまーす。また会いましょう。バイバーイ。みたいな感じで終わってたんですけど、まあそれだとやっぱチャンネル登録してくれたりとか、高評価、ね、してくれる人も、まあなんか、どうなんだろうな。多いのか少ないのかわかんないけど、まあ一応促す意味もやっぱあるんじゃないかなと思って、ね。まあいろんな YouTube 見てきましたけど、大体必ずやっぱやってるじゃないですか。アクションも促すっていうね。チャンネル登録、高評価お願いしますみたいなやつね。はい。まあ、それをちゃんと言ってた方がいいのかなと思ってるので、まあ、これはまあ動画内でね、最後にまあやっていくって形になるかなと思います。で、あとは、そうですね。自分で自分の動画にコメントするというのも一つやってみようかなと思ってます。実際、昨日のアーマードコアの配信から、ちょっと意識的にやって、意識的にというかやってみました。昨日の動画ね、アーマードコアの。動画上がった後に自分でその自分の動画にコメントすると、うん、まあ、これはなんかね調べたところによると、その動画にコメントしやすい場を作っていくみたいな意味合いがあるらしくて、うん、やっぱその誰もコメントしてない動画にいきなり自分がコメントするのってちょっと難なんか恥ずかしいというかね、俺だけしかいないみたいなのもあるらしくて、まあだからその動画投稿者自身がもうコメントを積極的にしていくみたいなところがあるみたいです。はい。まあですので今後、まあ配信した後になるのかな？した後に自分で自分の動画に、まあ一言でいいと思うんですけど、なんかこう、ツッコミだったりね、なんかポッてコメントできたらいいなと思っております。まあ昨日の動画に関しても、なんだっけな、ベスパー7というのが出てきたんですけど、敵でね。敵仲間がいたんですけど、まあそいつがね、おそらくちょびひげなんじゃないかみたいな話をね、配信内でしたので、まあそのベスパー7について、ちょっとツッコミというか、ベスパー7は絶対ちょびひげだと思うみたいなコメントをしたりしたんですけど、まあ、今後はそんな感じで、ちょっと一言二言コメントできたらいいなと思っております。あとあれだ、最後。これ最後ですね。概要欄に、チャンネルじゃない、動画の概要欄ですね。その全部の動画の下の方に、その説明書く概要欄っていうのがあると思うんですけど、そこに、チャンネルのリンクを貼るみたいなのも、まあ、効果的というか、いいらしいんですよね。これもね、私、どうなんだろうと思ったんですけど、その概要欄をパッて見たときに、そこからチャンネル登録をしてくれる人っていうのがなんかまあいるみたいなんですよね。うん。なのでその概要欄にその自分のチャンネルのリンクを貼っておくことで、まあ、トップページに飛ぶって感じですね。チャンネル登録されるというよりかは、うん、自分のチャンネルのトップページのリンクをまあ貼っておいて、まあ、そこに飛べるようにしておくみたいな意味合いがあるのかなと思います。まあ、それでチャンネル登録してくれる人がね、まあ、増えたらラッキーみたいな感じですね。はい。まあこんな感じで、いくつかやりたいことをね、お話ししたので、まあ全部をね、できるかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあ一個ずつ、ね、まずはその自分で自分の動画にコメントするっていうところとか、ですよね、あとは動画の最後に登録を促していくとか、まあ、その辺はね、まあ、今日からすぐに実践できるかなと、うん、思います、まあ、チャンネル名とかね、チャンネルの愛のバンドルとか考えたりするのはちょっと時間かかるかもしれないけどですね、まあ、できるところからちょっと実践していこうかなと思っております。はい、やばい、もう20分ぐらい喋っちゃってるちょっと嬉しすぎてね、うん、まあ今後は100人突破したので、次はまあ500人ですかね。メンバーシップとかまあできるようになる。まあやるかどうかはわかんないですけど、まあできるようになるとのことなんで、まああまりそのチャンネル登録者とかね、数値にこだわりすぎるのも、個人的にはどうかなと思ってますので、うん。やっぱ自分が楽しくね、ゲームしたり、みんなでワイワイできるのがまあ一番かなとも思ってますので、はい。まあ、あまり数字にこだわったりせず、いい感じ、ほどいい、ちょうどいい感じに、程よくですね、程よく、500人、まあ、その後、1000人とかね、目指していけたらいいなと思っております。はい。では、じゃあ、今回はここまでにしましょうかね。はい。
じゃあ最後に促しますけど、このポッドキャストのね、配信の概要欄にも、YouTube のね、リンク貼っておくんで、Spotify で聞いてる人はね、ちょっと難しいかもしれない。なんか Spotify ね、リンクが飛べないんだよね。ちょっと申し訳ないんだけど。うん。なので、まあ、リンクね、もし踏めたら飛んでいただけると。そして、チャンネル登録。あとは動画も見てね、高評価もね、ポチッと押していただけると、非常に嬉しいです。てか、なんだったら、今思ったけど、ポッドキャストも、ね、フォローとか促してった方がいいのかもしれないですね。ポッドキャストはまたね、ちょっと YouTube とちょっとシステムが違うからね、なんとも言えないんだけど、ちょっとポッドキャストの方も少し考えてみます。はい。まあ、最後にその、なんだ、チャンネルじゃないよな、なんて言うんだ、番組フォローっていうのかな。クドラジのフォローよろしくお願いします。お便りもお待ちしておりますみたいな感じかな、わかんないけど、まあ、そういう促しのアクションを促すみたいなのは言ってた方がいいかもしれないですね。はい。まあ、その辺の改善もね、少しずつやっていけたらなと思っております。ではでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。